誰？ああ！おお、忘れもしねえ、あの後ろ姿は。お姫様やっとんだ発見じゃねえか。今日こそ絶対お近づきになってやる。あのよ。私？何のよ。いや、なんつうか、あんまり綺麗な人なんで、ちょっとお話でもできねえかなと思ってよ。うわ、すげえ。いいわよ。え、マジ？私に興味あるんでしょ？ついてくる？もちろん行きますとも。俺マジで今のこんな表情してたよ。実はこないだも見かけてよ。そんな時に邪魔が入っちまったんだよな。ま、でもこうしてまた会えるあたり、運命感じちゃったりして。なあ、もうちょっと楽しそうでもいいんでねえの？あ、アイさん、ジュース。なんすか、そいつ。この子？私はナンパしたの。いや、まあ、そうなんかな。へへ。ついてなかったわね。じゃあね。へ。あれ、お姉様？てめえ、声かけた相手が悪かったな。身の程をわきまえる、このバカが。はっはーん、お前らが兵隊か。いいか、よく聞け。王子様である俺様をお前らとは身分が違うんだ。言葉遣いに気をつけるように。何わけわかんねえこと言ってんだ。バカてめえは。言ってもわかんねえなら体にわからせてやるよ。やっちまうよな。やっちまうしかねえよな。はあ、いけこら。いけこら。もう一丁いけこら。はい、ざっとこんなもん。頭突きだけで言っちゃったよ。王子様に触れるとは無礼なやつらに。なんてな。カッカッカ。畜生、またいなくなっちまったじゃねえか。しかし、あのお姉さん何者なんだろうな。テルなら知ってっかな。あー、ちょっと気になるかも。ここは情報屋の仕事だね。確かに。そりゃそうだわ。間違いねえ。よくしょ。お、何？あ、なんかセレクトショップでなんかあるらしい。ちょっと行ってみよう。いや！なんかあるかも。あれ？これはすいません。あ？うわ！私のことを覚えてますか？先日助けていただいて。おお、そんなことしたっけ？助けすぎてわかんねえし。お礼を言いたくてずっと探していたんです。いい子か。よろしければお名前をお伺いしても。お名前、俺様の名前ね。うかいってんだ。うかい藤四郎。うかいさん、ありがとうございました。あの時は気が動転してて、お礼も言わずに行ってしまってごめんなさい。いやー、男として当然のことをしたまでですよ。あんな余裕だ。か。私、白鳥綾乃って言います。綾乃さんね、綾乃さん。いい名前だな、綾乃さん。もしよろしければ何かお礼をしたいんですけど。いや、お礼なんて全然必要ねえし。でも、せっかくだしな、してくれるっつーなら、なんかお礼してもらっちゃおうかな。はい、何でも言ってください。私にできることならですけど。なんでもいいの？マジで？じゃあ。やばい。ああ、助けを呼ぶ声が聞こえる。すまん。俺様はもう行かなくちゃなんねんだ。また電話すから連絡先教えてくんねえか？俺様？早く行かなきゃなんだ。はい。絶対連絡すっからじゃあな。知らない、電話が出てる。あ、はい、待ってますね。頑張ってます。やったねー。あれー、なんだよ。なんだよ、テル。お前なんか変なこと考えてんじゃねえだろうな。別にそんな、ねえかんな。俺何もそういうやましいことなんさ。言っとくがよ。こんな野郎。ちょっとしょうがないからな。これ持ってくぞ、この野郎。ついでだからよ。これ持ってくからよ。ちょっと快適度上げちまおうぜ。よいしょ。とりあえず、学校。お、待って、なんかある。くっくっく。え？あ！こんだけか、おい。くっくっく。あっく。もっと俺を楽しませろよ、カツラギ。おいおい、また死神が暴走し始めたよ。ったく。ヤガミ、それ以上やっちまうと、これ死んじまうぜ。それってやばくない？パクられて燃焼域確定。ヒムロ、こんな虫嫌いでじゃ物足んねえんだよ。おめえ強えやつ何人も知ってるっつったよな。俺に命乞いしながら言ったよな。わかったって。今度は絶対強いやつ押してっから。次も虫けらだったらてめえ覚悟しとけよ。すげえのいるな。これが1年の八神か。本当に危ねえ野郎だ。なあ、まさに死神だったろ？普通じゃねえんだって、あいつはよ。忠告したじゃねえか。強えし怖えぞってよ。悪いことは言わねえ。今からでも遅くねえから、俺らの下につけよ。拒否んの？それじゃあ仕方ねえな。次は止めねえがんな。八神に勝手にやられちまえよ。わかった。あんたらの下につくよ。わかりゃいいんだよ。やばいのが生きたな。C 組のカスラギも D 組のヒムロも E 組の八神の下についたんだってさ。カツラギはともかく、ヒムロはもう少し頑張ると思ったんだがな。俺っちもそう思ってたよ。あれ？ C と D がこうなって E があれだから。おお！ってことは、八神やっちまえば俺様が一年の頭になるな。まあ、そうなんだけどさ。そう簡単にいかない気がするんだよな。死神だろうが、ちり神だろうが、どうせ俺様の相手にはならねえから心配すんなっつーの。カッカッカ大丈夫かなこの二人激突して。どっちもやばいやつな気がするんだけど。そう。どうなんだ、ヒム。一年うまいことまとめられそうか？最初は自分で締めていくしかねえかって感じで厳しい状況だったんですけど、今は死神ってバーカー見つけたんで、なんとかいけそうな予感っす。死神か。どんなやつだ？八神シンってやろうとしてね。いやー、初めてっすね。マジで殺されるって思った喧嘩は。殺されなくてよかったな、その死神によ。いや、冗談じゃ済まないんすよ、あいつだけは。そんな危ねえやつちゃんと手なずけられんのか？大丈夫っすよ。喧嘩が強いだけのバカなんで。扱い方さえ間違えなきゃ、奴ほど使える人間そうはいないっすから。そうか。俺は結果さえ出してくれりゃそれでいいからよ。俺たちの目的は一年制圧なんかじゃねえからな。わかってますって。なんかこいつは怪しいな。黒幕がいるぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも Twitter 等もやってるのでぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかいとうしろうでした。またねー。